ナンバーアンダーラインアイ、INZM, MV, 世界中2カ国語字幕でグローバル展開。海外ファンの反応も熱い。90年代オマージュや伏線に注目。何回でも見たくなる。2024年8月19日、ナンバーアンダーラインアイの最新ミュージックビデオ、INZM が公開され、瞬く間に話題となった。ナンバーアンダーラインアイは、平野章、神宮寺裕太、 タの3人で構成された新進気鋭のグループであり、彼らの初フルアルバム、ノーイチは9月23日にリリースされる予定だ。このアルバムには、デビュー曲、ゴートやヘイヤがプロデュースした、ボン、そして神宮寺が手がけたリードトラック、INZM など、全13曲、初回生産限定版、全14曲、通常版が収録されている。特に注目されているのは、この、 INZM のミュージックビデオであり、全編が海外で撮影され、ゲームの世界と現実の世界を行き来するようなオリエンタルで SF マ満祭の映像作品に仕上がっていることだ。公開されたミュージックビデオは、YouTube 上で12カ国語の字幕に対応しており、世界中のファンに向けて配信されている。これは、ナンバーアンダーライン愛にとって最大の挑戦であり、彼らの国際的な人気と影響力を示す一例である。 また、ボンのミュージックビデオも公開からわずか2日で1000万回再生を達成し、彼らの勢いがとどまるところを知らないことを証明している。神宮寺ル太がプロデュースした INZM は、期待を上回る作品となり、多くのファンから絶賛されている。ミュージックビデオは、ゲームやアニメからのオマージュが随所に見られ、見るたびに新たな発見があると好評だ。特に90年代の文化を取り入れた演出は、 懐かしさと新鮮さを同時に感じさせ、視覚的にも非常に魅力的である。さらに、メンバーそれぞれの個性を巧みに引き出しながら、ストーリー性のある映像を作り上げた神宮寺のプロデュース力は見事であり、彼のクリエイティブな才能が存分に発揮されたといえる。また、INZM の映像美は映画のようであり、見るものを新しい世界へと誘う力を持っている。このミュージックビデオは、 今までの音楽ビデオの概念を覆すほどの破壊力を持ち、視覚的にも聴覚的にも一種の革命を起こしている。特に、激しいダンスシーンや壮大なスケール感は、見る者に強烈なインパクトを与え、彼らのパフォーマンスの高さを改めて感じさせる。ナンバーアンダーラインアイは、この夏、アメリカ最大級の音楽フェス、コーチャイラ・バレー・ミュージックアーツ・フェスティバル2024に出演し、 国内外でその実力を証明してきた特に88来ジング・フューチャー・アースのステージでのパフォーマンスは多くの観客を魅了し彼らの存在感を世界に示した。また国内のフェスにも多数参加しその度に注目を集めている。彼らの楽曲はヒップホップとロックを巧みに融合させたスタイルであり耳なじみがないリスナーでも親しみやすく何度も聴くうちにその魅力に引き込まれると評されている。 平野の楽曲『ボンも INZM に匹敵するほどの完成度を誇り、公開から瞬く間に話題となった。この楽曲は、アップテンポでポジティブな歌詞が印象的であり、聴く者に元気を与える効果がある。特に、平野のパフォーマンスにはエネルギーが溢れており、その姿に多くのファンが魅了されている。また、神宮寺のプロデュースによる INZM は、 その斬新なアイデアと丁寧な演出により、ファンからの期待を大きく上回る結果となった。この INZM のミュージックビデオは、台湾で撮影されたものであり、異国情緒あふれる風景と未来的な演出が融合した、まるで映画のワンシーンのような作品に仕上がっている。このように、ナンバー・アンダーライン・アイは常に新しい挑戦を続け、そのたびにファンの期待を上回る作品を生み出している。 彼らの想像力とパフォーマンス力は、今後も進化し続けることが期待されており、次にどのような驚きを提供してくれるのか、ますます目が離せない存在である。神宮寺雄太のプロデュースによる INZM は、特にその映像美とストーリー性が際立っており、彼のクリエイティブな才能が存分に発揮された作品である。彼は、自分自身やメンバーの魅力を最大限に引き出す方法を熟知しており、 90年代の文化や現在のトレンドを巧みに取り入れながら、見るものを楽しませる演出を施している。さらに、ファンが楽しめるような細かい演出や伏線を随所に散りばめており、何度も繰り返し見たくなるような工夫が凝らされている。また、INZM のダンスシーンは、激しくも美しいものであり、3人のメンバーが見せるダンスパフォーマンスは圧巻である。彼らは、このダンスを通じて、 自分たちの音楽とビジョンを最大限に表現しており、そのスキルとパワーは見る者に強い印象を与えている。特に、神宮寺がプロデュースしたこの楽曲は、彼の音楽に対する情熱とビジョンが詰まっており、その完成度の高さに多くのファンが驚かされている。このように、ナンバー・アンダーライン愛は常に新しい挑戦を続け、その度にファンの期待を超える作品を生み出している。彼らの想像力とパフォーマンス力は、 今後も進化し続けることが期待されており、次にどのような驚きを提供してくれるのか、ますます目が離せない存在である。今後の彼らの活動に注目し、さらに進化を遂げるナンバーアンダーライン愛の姿を楽しみにしている。平野さんのモットー A は、アゲアゲな歌詞でプラス思考になるし、神宮寺さんの途中から気だるい歌い方になるときはゾクッとして惹かれるものがあったし、岸さんの名ウェイのあたりのリズム感のノリがすごく好きでした。 かなり仕事しつつ聞き込んでしまい、寝不足になりました。映像は映画のようでかっこいい。神宮寺くんプロデュースの INZM、もともと期待してけど期待以上なものを出してきてくれて嬉しさよりも驚きが上回った。自分やメンバーの見せ方も上手だし MV も本人も好きだという90年代あたりのものを取り入れたり、世の中の流行りや考察好きなファンが喜びそうな演出で楽しませてくれて作り出す才能を感じる。 かっこよくて優しくて才能あって、あとは何が出てくるのか楽しみしかない。応援してます。神宮寺くんのアイデアとそれを丁寧に具現化してくれるスタッフ、そして何よりあの激烈稲妻ダンスを最大限に表現しきる3人のスキルとパワーが素晴らしかった。いつもの落ち着いた優しげな神宮寺くんのゲームで表現する姿は、興味深く今後もさらに進化していくのが楽しみ。新しい世界へ誘う INZMMV。 今までの音楽が古臭く魅力を失わすすごい破壊力に驚きました。今までゆるゆるテンポのロックを聴いていたのは何だったのかと。うまく表現できないのですが、日への挑戦と希望が感じられます。すごい3人を知ることの幸せをかみしめています。正直、ゴートもボンも良すぎてそのレベルを更新するのはなかなか難しいんじゃないかと思ったけど、そうきましたか、天才ですね、神宮寺さん。という感じです。 この夏のフェス出演を見越してならなおさら、ナンバーアンダーライン愛の引き出しの多さと深さはいつも私の想像のはるか上を越していきます。ボンとつながっていたり、ループしていたり、3人の顔マークが合わさってるのがラストに出てきたり、伏線探しも楽しくて何回も見たくなるし、もちろん曲もズマズマ耳に残って脳内ループしています。最強で最高サマソニーで見ましたが、最後のぶち上がる感じがとても良いです。 もっとあもっとあもっとあもっと上って歌詞が嫌味じゃなく似合う人たち。素直に応援したくなっちゃう。見れば見るほど新たな発見というか謎が解けたと思うと新たな謎が見つかる感じ。ナンバーアンダーライン愛からの宿題。それにしてもゴートからボンと来て INZM 毎回期待を上回る更新をしてくるナンバーアンダーライン愛。この先はどんな ?INZM 楽しみにしていました。台湾ロケの意味がわかりましたし。 映画の一コマみたいな作品で見入ってしまいました。